このまま、よく見ますよ。はい、どうもどうも、マジックやらせてもらってます。あ、お名前なんとおっしゃるんですか。ひも伸ばし太郎。もうそのマジック専門でやってます。そうです。あ、なるほど。それのみで。それのみで。はい、今日はこの3本の、はい、3本の違うな、ロープを、はい、ロープ、紐だよ。ロープを同じ長さにしたいと何の変哲もない。触ってもらっていいですか。なんか確認のさせ方が屈辱的ですね。マジですか。紐沼下郎の、いや、ほんまに何もないで。何もです。何これでも、ね、商売道具。いや、先行で投げてきたの、そっちなんで。まあ、この紐をちょっと同じ長さにしようかなって、はい、使いにくいから。同じ長さどうやんの。まあまあ、おっと違いますよね。で、まあ普通に、はい、まあ、こうやってみて、はい、やってみて、こうなんですよ。こんな感じでね、やってみるんですよ。はい、やってみるじゃないですか。はい、で、結構ね、マジシャンってスラッとやるじゃないですか。はい、あれ種あるんですよ。ああ、マジでないんで、僕マジ年齢でやってるんで。ちょっとジカッと、時間と、ちょっと思いっきりが必要。いきますよ。おい、おい、ちょっと待ってくださいね。あれ、あれ、今ブスが違う長さの紐を揺らしただけなんですけど。違いました。はい、でもまあ仕掛けはないよな、種は。はい、はい、ね、同じじゃないですか。ちっちゃうけどな。まあまあ似たようなあの感じで。で、先ほどの差がないでしょ。え、先ほどの差がないじゃないですか。先ほどの差、まあでも同じなら、まあ確かにな。そうでしょ、うん、で、まあこう取っていきますね、はい、これが1本になったらすごいと思いません。え、なんて、これが1本、はい、3本のこの同じ長さのロープが1本になったらすごいと思いません。ああ、すごいすごい。そうですよね、はい、じゃあちょっと、はい、まあこれをなんか、まあまあ、どこでもいいですよ、これ。あ、どこでもいいですか。一旦見てもらったらどうですか。とりあえず、あのちょっとこっち結びたいんで、はい、端っこ同士を結ぶんです。はい、左手ずっとピコって張ってるもうちょっと 見せてほしい。あ、確実にあそこに種があるから、はい、あの端っこ同士を結びました、はい、でこれももうちょっと結びます。はい、ちょっと娘目ちっちゃくしといた方が。いや、そっちの都合でしょ。あんまりそっちの都合のやつを音にせんといてください。これが、はい、一本になったらすごいですか。ああ、一本になったら、ね、マジの、マジなんで、僕。ああ、はい。いやいや、そっちは何が。いやいや、そのギュッて伸ばしてくれたら感じだろ。はいじゃん。そっちどうなんですか。そっちは何で結ぶんですか。一本に
いや、結び目のね、結び目のとこを握ってますよね、今。握ってないですよ。ほんまか。いやいや、僕の前に結び目があるっていうんやな。はい。ほんまやな。あると思う。いやいや。そんな。何？いやいや、ギューって入れてるやん。何がポケットに。いやいや、ないっすよじゃない。いやいや、マジで。レジ通ってないっすよね。レジ通しました？あなた。前お会計したと思うけど。ほんまですか？あなた、その左で見てください。おいで。おう、いや、分からへんかった。じゃあこれの正解は何なん？その最後、その結び目は取れへんやん。はい、これは結び目に見せかけて一番短いのってことだよ。いや、それは何大手のやり方。うん、でも、なんかもう間に合わへんかった。長さが違う。うん、そういうことか、こんなに違う。え、こんなに違うのに一本になるの、これが。はいはい。で、こっちに持って、あ、なるほどね、準備ね。と、B を挟み、 B の反対を挟みますね。んで、C のあれを挟みます。はいはい。はい。続けた動作で、左手の上に出ている短いロープのうちの一本を。その角度やとさ、ハゲ頭丸見えちゃう。隠してんねんや。ロープですか？ハゲ頭。うまいこと言うてこんでへんねん。ハゲ頭隠すマジックないんかい。ワンコインでハゲ頭隠すマジックないんか。これでいいかな。あ、はいはいはい。あ、 A の端を A の小文字としてくれてる。はいはい。んで、同じになったように。え、ちょっと待って、手ちっちゃいから無理になっちゃう。もっとこれぐらいで。あ、いけた、すげえ。同じになりましたね。なった。これを結んでいきたいと思いますね。これを結びますね。そうすると長さ、同じ長さになった2本のロープの端を結び合わせて。どういうこと。こんなん見せていいの。ああ、なるほど。この先っぽをくぐります。そして腕にかけた中ぐらいのロープを取り、長いロープの一方の端と結び合わせます。これも先端が短くなるように結んでください。わかりました。結んでますね。で、はいはい、そういうことね。
してて。手順が多すぎて、ああ、その10分の割にはあのよく頭振り絞った方だと思います。ああ最初この どっちを持っていかなあかんかったか分からへんやつだから。だ練習が10分やけど、本番15分ぐらいやってんねや。すいません。体感として。最初この隠して、ああこっちに持って、で引っ張ったら長さ一緒になるっていう、はい、でこれほんま僕種も仕掛けもなくほんま両端ずつ持ってもらったんですよ最初。そらならんやん。いやーちょっと、はい、いや僕のやつ返さたぶん無理やったと思うわ。覚えられへんと思う。いやいや覚えれるよ俺は。確かに。でもまあこっちの方が純粋に種がないから。そうですね、ああ手技やもんな、はい、要は。ああでもまあ難しいと思う。ちょっとやりたいな。マジックショーやりたいですね。あマジで、はい、練習して。練習して。あんなら来月俺見る側で。違う一緒にやん。え何一緒にやん。小林さん箱入って俺刀何なんさしていくお前それ俺ただ血だらけなんて出てくるだけやん。我慢してる。いや来てないです。全然出てないですよ。ただのスタンプやけど。チャンネル登録お願いします。一ステップポンってタップするだけじゃん。何やその言い方。